スラグネルさんに変わります。はい、実況チャンネルがお送りします。会社側呼び出しを行います。はい、赤き八、カロエグベヨネッタピカチュウですね。ベヨネッタで、ピカチュウはなかなかこれもやっぱりね、なんかピカチュウと対戦したら全部身長の低さがネックになるんですけどね。じゃあ行きましょうか。さあ退屈だわ、いきなり煽っていきますね。さあしゃがみの射撃を見せていって、ビオネッタの下強の、バレットアーツは、銃を2丁前に撃つので他のバレットアーツに比べてダメージが高いです。2倍のダメージ与えます、同じ時間でも。ただ、下強の全体フレーム的に、弱の方が全体フレームは短かったりしますけど、ダメージ量を取るために下強という選択する人が多いですね。さあ戻ってくれるか、しっかり戻ってくる。ベヨネッタ2回ウェビーが使える。さあここスマムラということで、ピカチュウ側はね、スマムラこの移動台を利用して、弁光石火で縦横無尽にね、駆け回ることができますから、その機動力で攪乱していく。さあずらしている、しっかりずらしていて、ウェビーが最初だもんで当たらない。やはりタイベヨネッタはずらしい。さあ電光石火からの火力は取れるか、しっかり台の上に着地してガードを張っている。ガードが硬い。さあ第2のおじさん降りてきて、ここウェビーから横 B を最速で打ったがために、上変更に、当たりませんでしたね。さあ差し合いの段階、さあピカチュウのねこの電光石火の差し合いが非常に強い。弱さあ回避を誘っていたように見えたが、横強横強ダメージ 15%、 なかなかね、効果力の横強ですが、なかなか使われることはないんですよね。他の技が優秀すぎる。あっとこれはもしかしてバーストしないギリギリ。さあここで空下見せていく。今2回ウェビー見せてたので着地隙が出るんですよね。着地隙を消すために、消すというかごまかすために、空下の選択をしていました。さあいい勝負です。 101% 対 104% ですよ。掴んで掴んで前投げ、前投げ一番ポテンシャル高い。バーストも狙えるね、優秀な投げですか。さあクエネ、これは弁護石火読みでしょうかね。弁護石火待ってます。さあ掴んで上投げ、ここ、この読み合いしっかり制して雷を当てていく。さて 120% 弁護石火にクエネを当てて、さあ復帰できるか。復帰の頭が出るところに下気を狙っていた。射撃落ち着いてますね、赤木八段。さあ落ち着いて技を当てに行くスタイル、非常に素晴らしい。カレグさんとしてはね、少しでもバトルを貯めたいところですがね。さあここでどういう風に火力を取っていくのか。クエヌを当てて単発で終わる。おっとクエはさすがに当たらない。上スマッシュで出ている。あっとこれは撃墜、ちょっと外に電光石火が出て、1台予備ある。でも変えてない。じゃあこれ変えても、これを変えようか。1個ある。はい、すいません。はい、ごめんなさい。さーっと闇バーストが見えて見えそうな感じでしたが、さあバンカー感じがほぼ込む。雷、これは撃墜では撃墜、横に狭いスマムラ。ここでねリが行きましたね。雷はね、冬投げ雷という読み合いは結構複雑な読み合いですよね。あれは内側にわざと変装してステージの逆側に飛んだりとか、そのプレイヤーの知識がね試される場面だと思うんですけど、今のはちょっと外側に飛んでしまいました。左側に飛んでしまって、撃墜と。
3番台呼び出しを行います。発散補充と。さあ下京で、さあお互いこの2人非常にいい勝負をしているが、次の試合どういう風に転がるんでしょうね。このステージは、まあ、赤木八さんが選んだということで、まあ、ベヨネッタは村と町もまあ強いですよね。普通に上方向に撃墜が速くなると、ベヨネッタが一番得意なステージで結構みんなで意見でばらけてると思うんですけど、自分はね戦場派なんですけど、まあ、スマムラが強いっていう人もおれば、村町が強いという人もおるし、ライラットが強いという人もおるしって感じだと思いますが、さあ、パーセント的には今ね、カロエグピカチュウが押してる段階ですね。後ろ投げ 84%。 さあウェビーからしっかり着地を糸台を使ってごまかしていく。上投げ、ここ雷、これは本当て狙いに行ったのかな、回避読みで。横火、これは狙ったのかな、狙ってたらすごいですね。さあ弱のこすぎ合いになっている。しかしベヨネッタの弱は発生が9フレームなんで、打ち合いにはちょっとね不向きですね。雷、これをしっかり回避している。いい、素晴らしい。さあ上投げからまた読み合い、死の読み合いが、これは激痛い。カロエグピカチュウの上投げ、雷のセンスが光る。素晴らしいピカチュウだ。さあここは赤木八さん、まずはパーセントをバーストパーセントに持っていくか、ベヨネッタならではの早期撃墜をね、狙いに行くかのところだと思いますが、さあどのような立ち回りを見せるんでしょうかね。ベヨネッタによって人もう本当にまちまちです。ビッチタイムというねタクもありますね。さあ弱を打ち切ってずらしているが、ここ対応している。さあウェビーが当たらない。さあしっかり着地地面で、おっとビッチタイムが見えてたか、今のはビッチタイムの前突きを指していましたかね。さあ今のダウンしていたらダウンレーンが見えていた。掴みに振り向く、掴み当たらず、連呼セッカーの痛みが当たる。さあ弱、これはしっかり、これ早めに、先ほどね早めに抜けられたから、さあこれは撃墜したのでは、撃墜していない。今のはすっぽ抜けたらもうほぼ確定撃墜ですね。横 B 上 B クエヌクエヌやクエだった、クエは当たらず。さあビッチタイムを見せばがしっかり掴んでいる、冷静。さあカロエグさんね、ベヨネッタも使っているので、ベヨネッタのやりたいことっていうのがねある程度わかるでしょうね。ここでビッチタイム振ってきそうだとか、そういうのがね、分かってるような感じを印象を受けますね。さあクエヌでこれ復調しに行くか、雷、ピカチュウの復調しはこれは怖いですね。雷で逆にメテオされる。さあクエ前、前投げ。さあクエヌ103% 台 0%。 ベヨネッタならまだわからない、ベヨネッタなら五分とも言っても過言ではないかなと思ったけど、やっぱりクエヌからのウエスマッシュバーソーということで、勝者カッテイグさんですね。3番台、やっていきましょうか、じゃあ僕しばらく。